よっしゃ。ああ、準備時間かかったな。PC の分重いから置いてくればよかったな。バッテリーだけバッグの中にも入れとけばよかった。アクセス悪いな。ここまでして本当にそんなに見る価値があるようなすごいとこなんだろうか。お、見えてきた。あれ？そんなとこじゃないよな。もっと先だよな。あ、まだ続いてる。ここで昼食とかしたらよかったかもしれんけど、道具持ってくるの大変すぎる。向こうの海まで写真で撮るの難しいな。お住まいの向こうにちょっと昨日、お、見えた。白い岩が林立してる。取れるかな。
ん？階段か。苦手だな。うわー、この階段は見た目にどこに足を下ろしていいかが難しい。よっとっとっと、ああこういうスロープはいいな。見た、なんだこう機械に板が打ち付けてあるのか。あ、またこれだ。ふう、なんか鳴らしてる鳴らしてる。あれ、熊よけみたいです。待って、でもここフェリー止まるんだったっけ。フェリーターミナルがあるのかな。船着き場か。だったら自販機もある。ここで降りる人は上まで登っていくのかな。うわう、おお、すごい。あ、こんにちは。大変ですね、ここ。さっき自転車の方。あ、そうです。随分頑張ってましたね。すごい。あ、自転車で嘘とか言って。で、これビデオで撮りながらずっとやってるんですよ。あ、自転車の。走るのもこれも全部撮ってるんです。あ、じゃあ俺なんかも映ってるね。映ってます。あ、よかった。あ、後でモザイクかけたりしますから。どこから？住んでるの横浜で10日間休み取って、新幹線で自転車持ってきたんですよ。袋詰めして。
で走り始めたのが6日前、ですね、秋田から走りました。秋田から能代のあたりから五能線の方をずっと回って、そうです、そしたらすごい豪雨で五能線止まっちゃいました。そうだね、俺なんかもね、この時は不老不死温泉止まってて、すごい雨、道も幸も行かなくなりましたよね、あの時。中断されてこっちに来られなくてですよね、良かったですよね、あれはね。あの日結局自転車で走ったんですよ。あ、そうなんですか。すごいことになりました。雨の中自転車でよく走れたね。まあ車も少なかったですけどね、あんな日なんで。プロですか、自転車。はい、プロですか。いやいや、趣味で走ってます。ええ、会社の仕事とは全然別で、で今これビデオだけですけど、さらにインターネットで生放送とかもその電波さえあればやりながら走ってるんですよ。10日間で走り切るんですか。新青森から新幹線で帰るっていうところだけチケット取ってるんですよ。でそれが今度の月曜日の休日で、それまでどこ走るかまだ決めてないです。すごいですね。でもね、これからじゃあ大間に向かうわけですね。向かいます、ね、でマグロ食って。そうです ね、 ね、それであとは睦市内の方かな。そうですね、恐山通って睦市か、ね、あとは尻屋崎か、どっちか迷ってます。横浜も金があるもんね。あります ね、 ね。どういうところで泊まるんですか、自転車。昨日は宿ユースホステルって言って、まあ1泊2食で5000円ぐらいの宿に泊まってたんですけど、ユースホステルっていうのは全世界でやってる若者向け の、 その旅を推奨するための宿っていうところからスタートして、そういう組織があるんですけど、もちろん誰でも泊まれるんですよ。お年寄りでも泊まれる。で年間2500円の会員になってると、その5000円とかで泊まれるんですよ。なってなかったらプラス1000円ぐらい。夕飯と朝ってことですね。で脇の沢ってご存知ですかね。脇の沢、今日そこからフェリーで、なるほど、から脇の沢に行って、そこから車で来ちゃった。あそこにその宿があるんですよ。あそこは長くやってるところでの食事とかもすごく美味しかったんですよ。それでその値段なんですよね。いいですね、今度お父さんそこにする、東横に寝なくて。まあ、ただ男女別の相部屋なんですよ。あ、なるほどね。そうか、それ言ってなかった。ええ、で夫婦も別になる。多分そうなると思います。プラス1000円ぐらいでそういうのは個室にしてもらえるかもしれないんですけど、まあ頑張ってください。ありがとうございます。すいません、途中 で、 で今日はキャンプ場泊まります。どこから来たか、さっきの人たちがどこから来られたのかを聞いてなかったな。横浜ってこっちが行って、特にそれこっちはどこどこっていう話がなかったってことは関東圏じゃないのかな。白い、遊覧船、トイレ、自販機ないのか。こんにちは。これビデオで撮りながらやってます。で自転車で走る時もこれでずっと撮りながら。自転車で。今聞かれてないけど、多分聞かれるだろうと思って勝手に答えたんですけどね。確かこれは買った時2万ぐらいなんですけど、普通に買ったら3万ぐらい今するみたいなんですよ。一時的に安い時に買ったんで。初めて見ました。それでなんか1日10時間とか撮って、で YouTube ってサイトにアップしたりしてるんですよ。YouTube で。まあもちろんこうやって他の人が映った時にはモザイクかけたりしてるんですけどね。全然モザイクかけなくて。あ、そうですか。私全然宣伝で撮らせてください。私そういうの見るの趣味なんですよ。あ、そうなんですか。結構ここの国道を車なりバイクで、カメラつけて、車載で動画でっていう入れてる方見るんですけど、その初めのすごく面白くて好きなんですよ。じゃあその自転車趣味とかこういうのの名刺を作ってるので、たどれるように良ければ。すいません、かさばっちゃうかもしれないですけどいいですか。え、
持っても構わないので。あ、ありがとうございます。私どもで共同制作で作っている船のパンフレットなんですけども、はい、ここはですね、お客さんちなみにどちらの方から来ました？大間の方から来ました。あ、逆の逆の方から、そうすると、このまま大間の方に向かう形なんですね。そうです。そうしますとここからだいたい15分ぐらいかな、10分か15分くらいなんですけど、展望台というところがあるんですよ。おで、そこからこのパノラマが、あ、そうなんですか、景色見えますので。こっちじゃないのか。はい、ちょうどこの岩が、今 これになるんですよ。なるほど。目の前の大きい岩になりますので。ああ、じゃあ写真撮るのはこっちからの方がいいんですね。はい、そうですね。はい、で、こういうふうに岩があって、さまざまな名前ついてるんですけれども、はい、こういうふうにして私たち作ってますので。ありがとうございます。で、こちらの裏ね、下北半島地図になってますので、そうします、むつ市から今来たの、いや、今日来たのここからです。あ、脇の沢から、ええ、この道大変だったじゃないですか。登りましたね。登りましたよね、なので、そうしますとこのまま大間まで、そうしますと今大体ここになるんですよ、もう一登りぐらいあるんですよね。もう一二登りぐらい。いや、まだまだですよ。あ、そうですか。はい、ここまだ平坦な感じなんですけど、で、一回下って集落に降りるんですよ、集落に降りてまだ登らなきゃいけないので、上り下りだったり、確かもう200とかの標高差の上りがあるはずなんで、なのでそうしますと結構大変なので、ただこの辺やはりカーブだったり、道幅狭かったり、カーブは結構危ないので、対向車だったり後ろから来る車には、あ、わかりました。注意していただければ。しかし車少ないですね、平日かのかもしれないですけど。この辺ほとんど、一応ここ仏ヶ原観光地って言えば観光地なんですけども、全然お客さん来ないんですよ。そうするとやっぱり車の流れの方もですし、こっちの方ほとんどいなかったですね、特に。今ちょうどここの脇の沢ってとこから、ここ野台って言うんですけど、あ、野台じゃなくて野台って言うんですよ。で、ここまでの間、海峡ラインって言われる道路なんですけども、夜の6時から明け方朝8時、夜間通行止めなんですよ。になってますね。理由は、地滑り、地割れとかで崩れてしまったところがあるので、その補修工事のためで、午前中であれば、日中であれば、工事関係者などいますので、万が一あれば大丈夫なんですけれども、ただ、夜になると真っ暗で街灯もないですから、あ、そうですね。そうすると、何か事故あってからだと遅いということで、はい、言ってますので。一応、こっちの方、全部裏基礎なんで、はい、絵柄が何種類かあるっていうだけなんですけど。あ、結構こういうの、これ一応行ったところなんですよ。よかったら1枚どうぞ。すいません、ではいただきます。北海道の礼文島ってとこです。あ、礼文島ですか。そこで有名な桃岩荘っていう 宿というか、はい、ユースホステルっていうのがあって、それを上から見た写真です。ちょっと私まだ飯作成中で、今デザイン考え中でした。申し訳ないです。今ちょっとこれしかないですけども。あ、分かりました。ちょっと参考にしてください。ところで、ここって自販機はないんですね。ないんですよ。上の方もあれ止まってますよね、じゃあ先に進むしかないか。飲み物もし好き嫌いとかってありますか。いや、特に特にないですか。あるかな。ちょっと待って。ん、あ、ちょっと待って。姉さんいたか。これか。あ、そうですか。じゃあ、買わせていただきます。あ、じゃあお願いします。120円です。はい、じゃあこれで、はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。自転車とかこういうのは仕事とは関係なくて趣味でやってるだけなんですけどね。ちなみにどちらからなんか。住んでるのは横浜で、はい、で新幹線に袋詰めした自転車を持ってきて、はい、で秋田の能代から走ってきて今日6日目なんですよ。すごい自転車で。私結構車で、この辺県、結構隣の松島で買い物だったりするんですけど、今年 4,5 台見てるんですよ。
自転車で走ってる方、何十年も前でも自転車で走ってる方いらっしゃる。あ、でも今年に入ってからその4、5台ぐらいっていうことですか。そうですね。あ、そんなもんですか。はい、あ、津軽半島の方だと結構見たんで、はい、こっちも自転車そこそこ来てるのかなと思ったら、まあ私走る時間帯が時間帯なので。あ、なるほど。今のちょうどこの時間帯、あの船の営業中なので、 あまり走ることは特にないんですけど、しければあの、利用時間ができると走りますけど、そうでもなければ、ないと、夕方でないと走らないので、ツイッターもやってらっしゃるんですか。ねえ、ツイッターでこまごま写真とか上げながらこういうとこ走ってます。あ、わかりました。じゃあありがとうございました。はい、ちょうどですね、手前のカーブのところまで水が来てますので、本当であれば左の山の方を見れるんですけど、ちょこっと見れますので、左の山の方、砂浜ずっと行きます。あ、こっちですか。はい、あ、わかりました。ここ階段降りていって、左側こう砂浜ずっと歩いていくと、はい、岩いっぱい見れます。あ、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、お疲れさんです。これ地図は確かさっき上の方の看板にあった地図と同じやつかな。うん、確かこの温泉のお姉さんの絵が確か同じはず。保全協力金か。10円玉だけ。あ、白いな。うお、なんじゃこりゃ。うわ、なんだろうこれ。録画できてるよな。OK。そうだ、フォトシンス。
な。デジカメ写真でも撮りたいけど、これパノラマとても繋げられんな。時間は12時半か。まあまあ、あ、白くも来てるんだ。片手で外に漏れんな。うわぁ、そっちか。ちょっと鬼があるな。よいしょ、杖が逆に邪魔になってるな。ダメだこりゃ。よいしょ、うわ、なんじゃありゃ。どうなってんだあれ。
カメラはどうなってるんですか？あ、これビデオカメラ回しっぱなしなんですよ。あ、そうなんですか？ええ、でしかもこのケーブルで充電しながらやってるんで、ずっと10時間とかできるんですよ。あ、そうなんですか？ええ、あ、でも7時間でメディアはいっぱいになるんですけどね。声も入るの？え、今これヘッドセットのマイクを、顔とか映ってしまったらちゃんとモザイクとかで見えなくしてますんで、ええ、で YouTube っていう動画サイトに上げたりしてるんですよ。で、ええ、で自転車で走りながらこの格好で、ええ、どっから来ました？住んでるの横浜で、今回10日休み取って青森県回ってるんですよ。今日はどこから来た？今日はずっと坂だったでしょ。ええ、そりゃもう脇の沢からで一山を越えてきました。でようやくここなんで、今日中に大間崎に行きたいんですよ。厳しいね。アップダウンがもうちょいあって、でその後はもう平坦らしいんで、やった。自転車乗った時も何、ね、回しっぱなしなの？そうです。でしかも電波があったら、フォーマーの電波があれば、ここにウェブカメラつけて、生放送しながら走ってるんですよ。今はちょっと電波ないんで、これだけ回してるんですけどね。で、まあ、この格好で歩いてると人から何かって思われるんですけど、もう慣れました。まあ、見た目なんか怖がらせたりするんじゃなければいいかなと思って、自分が恥ずかしい分はもう大丈夫だから。テレビでやってるから、そうやって、やってんだな。そうテレビと間違われることも確かにありますね。そういうのもあるんだ。ね、どちらから来られたんですか？これは岩手県の盛岡から。あ、今日はこどまりから。あ、こどまり、こどまりからたっぷり回って、あとフェリーでこっちの方に行って、9時20分のフェリーですね。ギリギリでした。お、逃すともう3時間半後ですかね。2時ですよね、私は昨日の2時でのこっち渡ってきました。もは行ったけ10分前で、ねえ、もは切符買われて、そう、あれ結構切符の手間かかるんですよね。乗船名簿書いて、もはすぐ乗ってくださいって言われて、あ、なるほど、乗って降りてから手払いして、ねえ。フェリーはなんか結構スピードが遅いんですよね。時間かかるけど、そんなに距離は移動してないですね。まあ、その分全然揺れなかった、でかいし。あ、ありがとうございます。あそこになんか石が積んであるのはよっと、野宿と宿半々でやってるんですよ。この野宿と寝るのを1日おきにやって、充電しないと放送とかできないので、バッテリーは結構いろいろ持ってきてるんですけど、2日超えると無理なんですよね。今日は野宿の日です。だから大間崎のキャンプ場で、森尾のキャンプ場があるらしいんですよ。で夜9時までやってる温泉も近くにあるので、でも日のあるうちには着きたいですね。月曜日に新青森から新幹線で帰るっていうチケットだけは取ってるんですよ。あ、そうです。あ、輪行ってご存知で。まあ、キャンプ装備はちょっと重すぎるんで、宅急便で一箱送ってしまってから残りを輪行で持って帰る感じですね。山道みたいなのを想像してたんで、階段なんですね。
まあ、で私はなんか往復40分って書いてあったからツーリングマップルには、あ、これそちらでお願いすればいいですかね。あ、すみません、これ捨ててもらってもいいですか。ごちそうさまです。はい、どうも。じゃあありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、多分海沿いで電波あるだろうから、よし、あ、足が疲れてる、結構足やられてる。届くかな。ダメかな。あ、足は疲れるけど精神的な登りの方が楽だ。足痛い。あらららららら、うわ、こんなに足が痛くなってるとは。
いらないな。取れてる取れてる。これはもしかしてハンガーノック入ってるかな。少し力が抜けてきてる気がする。
きた。あれ、あ、あった。そうか、この自販機は車で来れないからな。よった、はあ、はい、1時間食っちゃったか。よいしょ。バイクかあの人は。とりあえず何か食っとこう。食い物こっちかな。ひばいりまたぎの里トラディショナルどら焼き、はあ、はあ、移して作ってるのか。うん、あ、マーガリンか、これ入ってるの。へえ、あ、マーガリン入ってる。ちょっと塩気は嬉しいな、この状態だと。水ばっかり飲んでるとなんか塩分が出ていくばかりでよろしくないらしいので。うん、これまたさっきと絵が違うな。別のとこで見たやつとさっきのパンフレットの絵が同じか。
さっきの岩山だ。宝道石山かな。あ、水も結構飲みまくってると減ってきたな。さっき全部あったのにな。あ、来た。ここであったりなかったりだな。電波はどっからあるんだったかな。一応変わるはずなんだけどな。とりあえず三角死体を、三角でもないか、アップダウン地帯を抜けたらまた放送を試します。メディアの残り時間はまだ3時間もあるな。
電車に乗ってる分にはさっきみたいなひどい足の疲れは、うん、やっぱりあまり感じないな。じゃあお気をつけて。え、ありがとうございます。ええ。途中で追い抜かれるな。うわ。何パーあるんだこれ。やっぱりさっきのあの道階段とかを登るよりはこれで坂登ってる方がよっぽど負荷低いな。タピサ来た。向きから行って待ってるよな。これか。
つの実かな。もう36キロ。1時だと5時間だから、まあ日暮れ前には行けるような、昼飯を店で食べるためには最ぐらいまで行かないとないかな。どっかでスパゲッティ茹でるか、水が残ってるうちに。では、また仏ヶ浦駐車帯だ。セミの声がたまに聞こえると目立つな。
今の人はツーリングじゃないかな、どうかな、これ上から仏ヶ浦が見られるところかな。あ、多分そうだ、ここだ。水はなんか少し何の匂いなんだろうなこれ。水が少し匂いが変わってきた。おー、見える見える、意外と遠いな。この背景のこれももうちょっとこれ朝早い方がいいのかな。あ、ちょちょちょ、あ、そうか、 iPhone バッグの中で充電中だ、ツイートできない。こんにちは。もうすぐでピーク越えて一旦福浦っていう川のとこまで降りるな。これが200、100、200の上りのうちの真ん中の100か。で、こっから下って、そこに市街地あるのかな、これは。で、そこからもう一回、標高差200を登れば、今日の上りは大体終わり。その後まだ細かいアップダウンあるみたいなんですけどね。なんか目がついた、落ちた、飛んでった。
涼しい。風が。濡れた。これでこの登りは終わったかな。どこに降りるんだろう。今向こうに隠れてるところかな。あ、手前にあるか。漁港か、あそこも漁港かな。船ないな。船着き場か。これがあのシーラインっていうのの中継地点かな。あそこまで一気に降りてしまう。もったいない。綺麗。
下の岩が白いから海も青緑に見えて綺麗。なかなか断らないな。やった。なんだ。宣伝じゃなくて単なる趣味か、あれは。おう。観光バスか。
おお、ダムだ。あ、こっちにも。これはまあいいよと。これはサポート群みたいなやつかな。あそこもでかいな。ん、あ、なんか書いてあるな。裏側のダムか。ダム湖の名前は書いてないか。歌舞伎の館と、あれは何だろうな。あ、これ小学校か。左が校舎で右が体育館っぽい。あそこに小学校と書いてあるな。自分の目よりデジカメのズームの方が。あ、福浦小学校、福浦中学校、西村立。お、あ、なんかあそこのドライブインがうまいとかいう話がなかったかな。あー、なんかブログ検索したのにな。なんだっけな。確かこの辺のどっかのドライブインが美味しいとか、なんとかおすすめとか。ぬ、ぬい堂食堂。昼飯食えるな。ここから先また登りだよな。
どう考えてもここで昼飯食っていくしかないな。もう作る気力ないし、まあ名前が変だし小さい方かな。ちょっとジュースだけ向こうで炭酸一本飲んどこう。喉がなんか刺激が欲しくて、あ、ゴミ箱ないや。ゴミ箱置いといてほしいな、こういうのは。今持っていくか。売り切れてる。リアルゴールド売り切れてる。グレープ。もらおうか。さすがにこのカメラ持って入ったら何かって思われるような。ちょっと捨ててもらってきます。じゃあ、昼ご飯食べていこうかな。
と。仕掛けないな。あった。よいしょ。よし、じゃあ昼ご飯食べてきます。